流才肝人正澄が、教科百物語より、カッパ小吉カッパとは、文語国に伝わる、カッパの伝承。肝営時代の古書、河田楼伝や、大分県北郡の父史、北郡史に記述がある。小吉カッパの名称は、妖怪漫画家、水木茂の著書によるもの。その昔、北郡武田村に小吉という十二歳の少年がいた。父親は、 相撲の力士で、小吉も子供ながらに力持ちであった。ある夏の日、小吉が川で水浴びをしていると、何者かにいたずらをされた。小吉は川に潜り、正体のわからない相手をこらしめて帰った。その世のこと、小吉は家で寝ていたが、なぜか水浴びがしたくなり、川までやってきた。すると川の中から数人の子供が現れ、相撲を取ろうと言い出した。 小吉はこれをカッパと気づき、すぐに相撲を取り、二人の子供を倒した。すると、今度は十数匹ものカッパが現れ、小吉は無数のカッパを相手に、夢中で相撲を続けた。一方で自宅では、小吉の父が、息子の姿のないのに気づき、川へやってきた。すると小吉が、何やら一人で暴れ回っているので、父は、無理やり連れ帰った。その後も小吉は、 正気を失った様子で、目に見えない何者かと相撲を取っているかのようなので、父はカッパに疲れたと考えた。ある者がカッパのたたりに効く者として、郷義弘の命入りの脇差しを正吉のそばに置いたところ、正吉は布団をかぶって震え始めた。だが脇差しをどけると、正吉はまた暴れ出す始末だった。その後、主言者の祈祷により、ようやくカッパのたたりは去ったという。 ありがとうございます。